西近社山は茨城県日立大田市にある標高418メートルの山。山田川を挟んで東金砂山と対峙する。山頂には創建806年とされる西近社神社本殿がある。山頂は西側が100メートルも切れ落ちた断崖絶壁となっている。日立五山の一つで山岳信仰の聖地とされる。 山頂からの眺めが素晴らしく、徳川成明が、超むれば、心の隅も打ち晴れてさやかに二王園の山の葉と、絶唱したという。日光連山や筑波山、また天気が良ければ、富士山を望むこともできる。境内は、茨城百景の一つである。二の鳥居の脇にある沢原と伊調の御神木は、推定樹齢740年で、茨城県内最大級でもある。 延暦二十五年坊主承認による創建。後に自覚大使により中高され、古くは金社大権現と呼ばれた天台宗の山岳寺院もあった。絶壁の天然要塞のため、中世紀には佐竹氏の城郭として使用されていた。自称四年源頼朝との金社城の戦いでは、佐竹氏を破った頼朝が金社さんが再び、 佐竹氏の戦略上の拠点とされることを警戒し、西金社さんが中心となっていた信仰を新たに、東金砂山に移したと伝えられている。異なる位置にある二つの山に、それぞれ、金社山という名前がついているのには、こうした宗教政策も背景にあったことが伺える。西金社神社では、十二年周期で行われる、大祭礼と六年周期で行われる、 小祭礼があり、両祭礼とも、平安初期から始まり、当社と各地の祭祀場を巡り、タラガマイを奉納し、天下太平と五国豊上を祈願する。大祭礼は大規模で長蛇の行列で約7日間、かけて、日立市の水子の浜まで往復する。大祭礼に関しては、二度見るものは稀であると言われる。二の鳥居から表参道の石段を登ること約5分で、 西金社神社拝殿へ。拝殿から山頂の本殿までのは約10分。山道は途中から登山道らしくなり、最後に急な石段を登れば荘厳な雰囲気のある本殿へ。本殿から向かって左側は約100メートルほど切れ落ちた段階で展望地となっている。また、すぐ裏に展望台もある。なお、四等三角点のある p410.4 メートルまでは約15分であるが、落ち葉が多く、断崖で切れ落ちているために注意が必要である。常磐道中インターチェンジから約50分。JR 水群線山形宿駅からタクシーで約25分。県道29号から近社の湯がある交差点を西近社神社の案内板に従い右折、ポケットパークを右手に1の鳥居をくぐると、 道幅が狭くなるので注意が必要だが、しばらく進むと2の鳥居前の駐車場に着く。2019年12月15日、放送テレビ朝日系、何これ、珍百景にて、険しい崖の上に歴史ある神社として放送され、珍百景に登録された。ありがとうございます。